はい、どうも、T.T です。引き続きバイオハザード RE4 やっていこうと思います。前回この古城をね、炭鉱から古城に戻ってきて、古城のちょこちょこやりましたね。金の卵を無駄にしてしまいました。で、アイテムいっぱいあるから、ちょっと作って、魚ね、使っていけばだいぶ飽くっちゃ飽くんだけど、ちょっと作っていってもいいのかなって。俺ライフルとかないから、ライフル一発作ろうかな。せっかく見えるようにもしたし、マグナムの弾とかもいいけどな。これ一個作るか。サブマシンガンかライフルかって言ったらライフルだから、多分俺使うのは。いや、閃光手榴弾もいいんだよな。作っときたいんだよね、一個。一回とりあえずは拾えなかったから考えよう。行こう。じゃあ しっかり捕まってるね。ケント、待ってろ、アシュリー。建築途中なのかな。カラスがいっぱいいるぞ。弾補充しといて。OK。 待って、ハンドガンの弾もあんまないね、もう。実は。マジか。ここか。なんか敵見えたりしねえか？大丈夫か？内側か。トレジャーも結構あるね。もうハンドガン助かる。ハンドガンたまない。いっぱい持ちたいけど、持ちすぎても圧迫するからな、アイテムを。よし。頼もう。敵はいないか？いそうだね。ラモン。しぶとさだけは褒めてあげますよ、ミスター・ケネディ。ですが、お遊びはここまでです。そいつをつまみ出しなさい。おい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 、飛び道具使ってきたな。どっから来る？おいおい、こっちからも来るでしょ、さすがに。来ないか。外した。こっち側からしか来ないの。出たー、盾持ち。よし、いけ、蹴れ。間に合わない 間に合わない。いいです。ナイフはちゃんとやってあるぞ。はい、貫通あります。いった、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 物理的に殴ってきた。ふざけんな、お前。いや、いくらさ、ねえ、なんだっけ、直したとはいえ、ナイフこんなペースで使ってったらすぐなくなっちゃうよ。こことか人形ありそう。ない？ないね。敵これだけ？そんなことねえだろ。ん、樽あるぞ。人形がマジで見つからん。ライフルの弾拾うんかい。トレジャー。そっか、トレジャーもあるんだ。調べてかなきゃ。金塊。高さが違うところに3箇所ありそうだね。あとは。いた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 。見つけた。やっと2体目。絶対見逃してる。ここで2体目なわけねえもん。こっからの配置だってごちゃごちゃしちゃうもん。もう上行っちゃっていいか。待って、撃てない。痛い痛い痛い。はいはい、やばい、なんか当たらん。クソ、邪魔だよ。ハーブ赤、ハーブも拾っちゃったな。待って、ここら辺からちょっと撃てそうだぞ。よし、いねえか。いや、あれいる、あれそうじゃない、これ。ほら、盾でしょこれ。よく見つけた。
よく見つけた俺。やったか。その盾まだ使おうっていうのがすごいな。あ、こっちにもいる。いえいえいえ。おい、見えた俺の勝ちよ。こっちがやったか。やれてないか。まだ。今もっとこっち側にいる。よし。いやマジでハンドガンがさ弱くなってきたかも。全然やれなくなってきた。マジか、ハンドガンじゃもう本当にきついかもなこの辺。でも言ってもハンドガンってえ、降りれる？降りれはしてないか。暗っ。え？あれ、いけないぞ。あー、こっちか。おい、なに？なに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 ？おー、待て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 。あちあち。ちょ、死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと待って、一旦ちょっと待って、言っても。なにこれ、なにこれ、なにこれ。魚食って魚。よし、開いたぞ、だいぶ。めっちゃ赤。え、あれどうすんの？あれどうすんの？タイミング見計らってって感じ？え？いけるか？これだから向こうに行くときに一旦奥まで行ったら勝ちって。違う、ここじゃない。ここで、ここでしょ。よし。おい、こんにちは。キャラキャラキャラ、よし。はい、こいつ燃える。あっち側とか燃えてくんねえかな。お、やだなこれ。意外にこいつ、今だ今だ。もう一発ぐらいは覚悟の上でいくしかないな。うん、しゃあないしゃあないしゃあないね、しゃあないしゃあない。だって、おい、危ない。なるべく顔打っていきたいよな。それなくてもう威力的には弱くなってきちゃってるし、ハンドガンが。まあでも結構ハンドガンの弾は拾えるんだよね、言っても。危ねえ。貫通を使ってこう。キリがない。大丈夫、キリはある、キリはある。うわ、マジで弾が。いや、ほんと一人やんのに結構な弾使うか。うわい、はいはいはい。何してんの。おいおいおい、ちょっと待て待て待て。なんか来るぞ、なんか来るぞ、これなんか来るぞ。待って、盾が。来た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 、なんか来た、なんか来た。よーし、よしよしよし、やったね。かわして正解。何あいつマジで。まあ分かってたけどね。いや今結構。おい、ちょっと待って待って、何個も来る、何個も。痛い痛い痛い。え、一撃何個も来ると思わなかったから。あれ来た今。いける？いけるね。ちょっと待って待って待って、通して。いやよし、今のタイミングじゃねえか。今のタイミングでどうだ。よしよしよし、はい、かわして。いや、2人もいんのかい。ちょっとショットガン使おう。もう、おい、近い近い。出して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 、逃げろ。はい、投げて。はい、仕方ない、もうショットガン使っていくしかない。だらだら戦ってられんこいつらは。で、あのさ、弾みたいのって永遠に来るの、もしかして。あ、撃ってきてるやついんな、あそこから。痛い痛い痛い、当たってるわ。あ、でも来ないな。
来た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 、これ即死だからやだ、逃げて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 、間に合う、うい、おいおいおい、危ねえって危ねえって、ここに隠れながら撃たないと。よし、行け、おい、こっち即死だけどお前らも即死なんだもんな待って、俺トレジャー忘れてた、どこだ、ん、内側か、ん、あ、通貨か、まあ、敵のやつか、いるいる、危ない、そこでやってたのね、はいはい、ここは大丈夫でしょ、 OK、 お前ね、やめて、うん、ちょ待って待って、俺もできんの、そっか、誰がやったらそれは動くわな、来てる来てるんだったらこれやろうぜ、はい、そっか、こう逃げてきてこれやるっていうパターンもありだったのかな、あ、あそこにいるじゃん、あ、来てる来てる来てる、お前ら来い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 、はい、来てる来てる、当たるでしょ、はい、いいぞいいぞ、あいつもやけ、よし、トレジャー拾えるかな、どこだ、下かな、でもあいつらやれたから、ちょ待って、はい、ごめんなさい、行きましょう、あ、トレジャーあるね、ここに、うん、ハーブも拾えた、よしよし、あ、宝石とか、ああいいぞいいぞ、回収回収、いいぞいいぞ、助かる、ハーブはグリーンと赤は重ねといていいな、よし、これで全部拾ってきてるね、で、あったから、よし、あれ、もしかしてこれ下の階か、まあ、いっか、あれ、こっちがいける、あ、いけるいける、危ね、取りこぼすとこあった、よし、真珠とルビーの鏡、オッケー、これ上行くんだよな、多分ここにあるってことは、でもこっち側から行けなかったからとりあえず下行けってことか、さらに敵来てない、大丈夫だな、オッケーオッケー、とりあえず降りようじゃん、すぐ飛ぶ、うわー、いっぱいあるぞ、なんかこれ、お、豪華な置き時計、金目のものを集めてけ、よしで取ってきてるけど、トレジャー1個取りこぼしてんだよな、これ下のフロアか、あ、あった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 、これだ、よしよしよし、オッケー、取ったね、戻ってきてよかったね、すぐ見つかった、よし、行こう行こう行こう、やっぱ敵倒してると楽だね、弾困ったな、作りたいけどハンドガンがもうだいぶ弱くなってきちゃってるもんな、でこっち側ももう終わってるから行こうか、上行くよな、リフトか、気が利くね、ですね、遅いねこのリフト、まあ、荷物運び用なのかな、あ、待って、違うね、いたいた、なんか音楽、誰誰、いたいたいた、当たんねえじゃんこいつ、やだよ、当たった、こいつをやれ、よし、やれ、リフトが、リフトが、いた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 、何何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 、止まったの、ちょっと待って、なるほどね、はい、軽くなったんじゃないでしょうか、はいはい、軽くなったんじゃないでしょうか、そしてあいつは、いたいたいた、
痛い痛い。まあ、そうだよな、そんなすぐ終わらんよな。ただこっち側にもさ、ちょっと待ってよ、魚食うか。じゃあハンドガンじゃな。まずでもあいつやりてんだよな、あのこいつ。あ、やれてる、終わってる。あ、オッケーオッケー。痛い痛い痛い。もういいよ、じゃあもうこっちのもんよ。痛い、全然こっちのもんじゃない。はい、重量バーです。ちょっと待って、上からも来てるな。待ってよ、痛い痛い。どこ、あいつね、あいつね、はいはい。いった、持って待って待って待って、魚すぐよく、そんな食欲湧くねん。ショットガンでやっちゃうかこいつも。はい、でお前撃ってこい。よし、ほら俺のライフルを見れ。あとは拾ったね。どこどこどこ、いた。お前はちょっとこっちで。いや外した。痛い痛い、ちょ待ってよ、でこいつやっときたい。ショットガンどうしようかな、どうしようかな。はい、ショットガン、ショットガン入れて、ショットガン入れて、弾入れて。ちょ、これが打てんくなるから本当に邪魔くせ。ちょっと待って、ここでそれ出てくる。そうかそうか、あいつがなんか言ってるから。ちょ待って、ちょ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 、撃って撃って。でこいつをどうしようか、こいつをどうしようか。これでもうショットガンで行くしかない。で、あいつやれた？やれてない、まだ。やれてるね、よし。もうちょっと耐える回復しとくか一応。危ねえな。でこれもクラフトして作っとこう。やべ限界だぞ。これ使っちゃってもよかったのかな？届いたかな？ちょっと待って待って、どっから撃ってきた？いて、ショットガンいっか。もうちょっとショットガンターンだな、せっかく作ってるし。もうあと一発しかない、ショットガンが。よし、これでもうショットガン終わりだ。あとはどっから来る？終わったか？お、いないか、着いた。よし、いるいる。はい、蹴れ蹴れ、間に合い。よし、やれた。え、何も落とさないの？わ、いる。お前これだな、あいつ倒したところで。でも弾拾えねえからな。待ってよ待ってよ、ショットガン弾がゼロです。いや、ショットガン弾作っとくか。うん、1個作ろう。仕方ないよな、ショットガンは絶対使うもん。一発無駄にちょっとスペース使うのやめてほしいな。待って、トレジャーはもう大丈夫だね。よし、行こう。おお、外。あ、よく見る。映画とかでよく見る場所。高っ。落ちたりしねえよな、大丈夫だよな。って聞いたりしねえか、大丈夫か。お、なになに。はいはいはい、
あ、いるね、いるね。あ、ラモンいるじゃん。撃てないこっから。ライフルで。あ、アシュリー。アシュリー連れてかれるな。すごい扉。トゲついてるよ。他になんか調べれそうなのは。もう一個ぐらいあるんじゃない？いるね。まあ、でも敵見とけるのは重要かもね。撃てるから俺ライフルで。だって行くでしょあそこ。ここにだってあるんだから。他調べれるのはなさそうだね。こんなもんか。だあいつらをライフルで撃とう。あいつめ。ハンドガンで行けたらいいな。あ、行けそうじゃない？揺れてるわ。あいつの届かないんじゃん。あいつはこっちの銃は届くけど、あいつらの矢は届かないでしょ。よしよし、いいぞいいぞ。さすがにヘッドショットは難しい。あ、ちょっと待って、こっちやってみるか。はいはい、あー、ミスった。はい、よしよし、いいね。いや、ハンドガンの弾なくなった。拾えねえかな弾。待って、取れちゃう。ここね、オッケー。どこ、あ、あれだ。なになになに、あれでも上行けんのかな。いやー、落ち、あ、走っちゃいけないってことかな。歩かなきゃダメなのかな。脆い足場の上を走ると足場が崩れることがある。あー、なるほどね。はいはいはい、はい。もったいねえかな。あ、でも一発でやれた。一発でやれたらでかいよな。よし、で、ここのも足場を歩かなきゃいけないと。そんな走っちゃいけないような足場作るんじゃねえよ。大丈夫でしょ、このスピードならさすがに大丈夫でしょ。よしよしよし、これ上登れんのかな。上になんかあったけどね、この箱。登れる感じじゃないけどな。中から行けんのか。さあ、武器商人来た。安心安全の武器商人。いるいるいる。あれ、お、これ前死んでなかったんだ。よし、まあ、ここでお金だけ回収して一旦戻ろう。よし、武器商人。いや、あの上行けるよな多分。どうやって行くんだ。楽しい時間の始まりだぜストレンジャー。階段ある。あ、こっち側から行けそう。あ、カーブ黄色ある。よし、ちょっと待って、上でお金あるかもしれんからちょっと見てくるわ。よしよしよし。あ、お宝、救急スプレーか。よし、助かるね。すごいね、巣の高さも飛ぶ。レオン君は何でもできるね。アイテムは全部拾ったかな。 OK、 じゃあとりあえず修理だな。修理でナイフの修理、ボディアーマーの修理。ボディアーマーほんとすぐ壊れちゃうな。で、これ売却専用、金塊売却専用、これも売却専用。7万、そこそこのお金になってきたな。購入、うーん、いや、これはもう買わない方向でいこう。攻撃力、素材とかも結構重要だよな。でも言っても弾作りたいしね。そうだよな、弾作りたいよな。うん、
ショットガンの弾も作りたいし、ライフルの弾も作りたい。ライフルとショットガン、まあ、作れるか。一個ずつは作れるな。まあ、あえて言うならガンパウダーがちょっと不足してるけど、ガンパウダー買っとくか。ガンパウダーここで買えるんだよね。まず2個で銃買えるから、あんま邪魔くさくないように買いたいんだけどな。年月ってのは残酷だよな。いやでもこれもう威力マックスだもんね。でも貫通やっぱ強いというのは。自分好みに改造する、こいつはたまんねえよな。いやどうしよう、マグナムをもう強くしちゃうか。それもありっちゃありだと思うんだよな。ショットガン強くするか。うん、よし。さあできた。お望み通りだ。威力が 1.5 倍にアップする。もうこれ全ての改造項目を改造済みにするか、特殊改造チケットの所持で限定使用改造か解放って書いてあるから、これやっとけば全部やればこれもいけるようになるってことですよね。だからいろいろやっちゃうっていうよりは決めてやってった方がいいってことだよな多分。装填サップも入れちゃうか。改造ってのは根気と大丈夫か。連射速度も上げちゃうか。よし、だいぶ金は使った。この辺もな、組み合わせてやっちゃってもいいんだよな。緑もある。うん、これで3万5000で売れる。で丸2個、丸黄色と黄色と黄色で 1.2 倍、 1.1 倍だ。 2種類の場合は同じ色で合わせた方がいいってことだな。21,600。黄色よりも青いっぱいあるから青使うか。うん、14,000。よし、これでこれもやっちゃうか。組み合わせ、これはどっちにしろ色の違いが出せないから、赤じゃあ青だなと緑、紫、紫が6,000、こっち側が9,000。いや安い方でいいか。2万。よし、これちょっと売ろう。これとこれとこれいくか。もう全部売っちゃうか。よしで7万。おお、めっちゃ金持った。よし、それなら高値をつけてやる。ナイフの攻撃速度も威力、ナイフの威力効果上げる、耐久値上げるの重要だと思うな。いやパニッシャーもいいんだよな。でももうパニッシャー弱いからショットガンメインだよな。うわ、威力上げちゃうか。上げちゃえ。よし、これでいこう。じゃあ一旦セーブします。よし、こうなってくるとやっぱショットガンの弾は絶対作っとくべきだよね。うん、1個作っちゃおう。よしよし、 OK。 絶対使うことになるから。いや、そうなったらライフルも作りたいけどな。ただガンパウダーがちょっと不足してきてるっていうのあるからな。拾った、ガンパウダー。よし、いくか。取りこぼしはない？なさそうだね。よし、行こう。お、どうです、約束した通り娘は確かに引き渡しましたよ。お、どうかクラウゾ、主にお伝えいただきたい、このラモンの忠誠をお忘れなきよ。クラウザーの方が偉いの、もしかして。撃て撃てて、早く撃てて。撃てない、撃たないと。レオン君、愚かですね、ミスター・ケネディ。サドラー様の恩寵をその身に賜ったというのに。喋りすぎだ。自らそれを。お、撃った。まったく、つくづく無精で傲慢な。お、え、ラモンはそんな倒し方するしてくれるんだ。俺がやらなくてもいいんだ。え、何これ、血管みたいな。おい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 、ご覧なさい、ラモン、このラモンがある
ぱそうだよな。ラモンそんな簡単に死んでくれるわけがないな。うーん、ラモン大丈夫？ラモンを倒す、倒すのはいいけど、ショットガンよ、頼むよ、ショットガン聞いてくれよ。弱点が絶対あるはずだから。三流の脚本だな。いや、ちょっと届かないんだけど、届かないんだけど、多分届かない。痛い、なに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 、なんか爆発したぞ。結局上か、ここだ。どう、まだしないよな。ちょっと待って、え、ラモン3の噴射、3の噴射攻撃が物陰に隠れることで安全に回避できる。待って、安全に回避できるっていうか、ダメージどう、どうです、約束した、どうしたらいい。ライフルかな、ライフルも手に入れたし、ライフルっぽいな。三流の脚本だな。で、なんか物陰に隠れることで、外した、当たってる、当たってるはいるのかな。なんか感触ないけどな。まあ、ここら辺さ倒すと、あ、そうだね、あ、アイテムみたいなの出すわけではないんだ。頼む頼む、逃げろ。マグナマンケンか、待って、逃げれるか、こっち空いてるぞ。あー、あ、いけねえわ。今うまいことかわしたんじゃない。ショットガンちょっとやってみて、ダメだったらもうマグナマンケンだな。どこ行った、痛い、ちょっと待って、この多分白いの攻撃しなきゃいけないよな。どこ行った、おー危ない、走り回ったらかわせるもんだな。はい、なんか落ちてる、痛い、当たってるか分からんのよ。いや、これ当たったんじゃない、今の当たったんじゃない。あらがったのですかとか言ってるから、そうなんですよ。それ、いや、怖い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 。一撃死みたいなの本当にやめてほしいな。合ってんのかな、このかわし方、っていうか倒し方。ライフルでかわせかわせかわせ、今の当たったんじゃ、当たったんじゃない。すげえ喋ってくれてるけど、ごめん、そんな余裕ないわ。これ物陰に隠れてんじゃない。おい、ちょ、まあ、早く逃げて、走って、どっち、ショットガンか、もうショットガンでいこうかな。いった、あ、なに、 3落ちてた、もしかして。あぶね、よし、当たった、あ、今の聞きましたって言ってくれた、やった、ありがとう。そういうの言ってくれたらこっちがもう当たってんだって自信持てる。こっち側来てなかったな、あ、嘘ですよ、そういうのいいよ。危ない危ない、物陰に隠れるのは重要そうだな。よし、痛い痛い痛い、サン、やばい、死んだ、大丈夫、ちょっとちょっと、はい、
はい。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 俺のショットガン強いぞ。いや、結構当たってると思うんだけど。これまずいか。大丈夫か。よしよしよし。待って、いける。いけー。待って、落としてから今やんなきゃいけないとかってなると全然当たってなかったってことなのかな。城主様の本性か。さすがお嬢。あぶあぶ。いったいったいった。3が3が。あれやっぱこの下にちゃんと隠れなきゃダメだな。それ避けるでしょうよ。いった。でもその攻撃一撃じゃなかったらいい。痛い。はいはい、なくなったよ。ショットガンなくなったよ。どうする。マグナムいくかも。せっかく強くしてるしな、マグナム。いや、当たってないの。落ちれよ早く。どっちどっちどっち。俺のマグナム強いぞ。20何いた。回復しろがいいか。一回大丈夫か。どこ行った。あ、どこ行った。はい、よし、いけ、倒せ。よし、2回目だよ。いいんじゃない。もう1回か。いった、いった、いった。もう一発か。どこ行った。危ない危ない。ラーモン強えよ。こちらも行こうかな。こっち側の向こう側の方がでもかわしやすいな、なんか。うん、向こう側の方がかわしやすいような気がするから向こう行こうかな。あと1発だよな、多分。さすがに3発ぐらい。4発行くかな。どっちどっち。どこどこどこ。痛いの。痛い痛い。よしよしよし。名家の断絶。やっぱマグナム強えわ。おお、死んだらアクシステム。あ、暗血の口紅。何それ。宝石売り物。丁寧に型押しされた新十親友ケース入りの口紅、売却専用。いやー、でもまあ即死で何回かやられたけど、1回かやられたけど、なんとかやれたな。アイテムは取っとこう。ハンドガン、よし。いや、ショットガン弾使い切ったな。せっかく強くしたのにな。アシュリー、素材エールある。ちょ待って、素材エールある。あったあったあった。よしよしよし、オッケーオッケー。これで取ったね。ショットガン弾作っときてえなー。あー、だけどなー、ハンドガンは大丈夫か。作っちゃうか。マグナム強いから。まあ、でもマグナムも作りてえよなー。取っとこう。もうショットガンよりはマグナムの方がやっぱ強いもんな、言っても。今のでやっぱ証明されちゃったけど。いや、素材を買うっていうこともやっぱ必要になってくるかもな。すごいなこのエレベーター。怖っ。装備は大丈夫か。うん、ハンドガン弾は結構手に入ったな。でもハンドガンで倒すのちょっときついよな。雑魚キャラ相手にもさ、あんなに時間かかるようになってきたから。うわ、海沿いだ。あ、何やに。クラウザ、
どこへ連れて行く気だ。アシュリー連れてってんの？もう船乗ってかれたら無理じゃない？だってさすがについてこれるように船はさ置いとかないでしょ。すぐ着くね。はい、弾を拾って。マグナムの弾嬉しいね。他なんかない？なんかないことないでしょ。なんか前もこういう部屋入ったな。あ、ライフルの弾。おーしいぞ。待って。あれはないね。トレジャーはないね。装備は大丈夫か。ショットガンの弾もな。ショットガンの弾を拾いたい。何これ。羊の式1。私は飛んだ不注射にございます。ご子息であるラモン様の歪んだ性格を正したいというあなた様の最後の願いを私は叶えて差し上げることができませんでした。まあ歪んでたわな。その邪悪さの片鱗を最初に見たのはまだラモン様が幼少の頃でした。ラモン様は自らをプルガルチドと陰で呼んだある給仕を自室に呼びつけました。プルガルチド。するとおもむろからじゃあ懐からおもむろに硫酸を取り出しひざまずくそのものの顔にかけ始めたのです。イカれてんな。皮膚が焼けただれ、苦痛に身がゆだ歪むようにを、うん、苦痛に身が歪む様を見る幼きラモン様のあの光悦とした表情、いまだに私の脳裏に焼き付いております。そして時が経ち、ご両親を失い心を閉ざすラモン様に付け入るようにやつらはやってきたのです。あの忌々しい教団があろうことか代々サラザール家が封印してきたプラーガを解き放ち、アマツサへ自らそれを受け入れるなど、もはやラモン様は奴らの操り人形です。亡き先代ディエゴ様、私はたとえこの身を落とそうとも最後の時までラモン様と運命を共にする所存です。それが生まれた頃よりおそばに仕えてきた羊である私の務めであり、あなた様への贖罪なのですから。いたこいつ、もうラモンやっちゃったけど、いたこんなやつ。もう最後化け物になってたけど、待って、こういう棚も壊せたん？今たまたま壊れたけど、まあいっか。青いライトは安心安全じゃないから。いいぞ、泳がなくて済みそうだね。なんであいつら船沈めとかないんだろう。追われちゃうじゃん。ねえ、ちゃんと沈めとかないとさ、来てるの分かってるでしょ。待って、また船行くか。ルイスがいてくれればな、こんな時心強いのにな。くそ、エイだ。探し物かしら。なんで持ってんの。エイだと一緒にいてくれる。さあチャプターエンドか。12終わりましたね。いやー楽しくなってきたな。じゃあ今日のがこれぐらいにしましょうか。次回エイダと冒険してくれんのかな。じゃあしてほしいけどな。クラウザー追っかける編だね。次はアシュリー助けに行きたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。